思うんやけどね、こう、何？てっちゃんとモカタンの子供はさ、いつもなんか、口元がめっちゃてっちゃんによね。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速マンション見てこう。ハートはないな。ハートはないにすか。ないね。あ、ちなみに、この動画を映す前にちょっと飛ばしてしまったんだけれども、これ住宅地の方におるんかな？前に、ライブ配信の時かな？に寄った、てっちゃんともかたん。赤ちゃんが生まれました。イエーイ。二人して怪しいより可愛い。てっちゃんとモカタンの子供で、今回は女の子で、テカちゃん。テカちゃん。テカってどういう名前やねんって感じやけど。まあ、これからちょいちょいまた、ね、子守とかがあると思うけど、それを無事こなしていこう。なかなか泣きやんでくれん子おるけんな。はい、それじゃあ、あさみさん入るよ。私と遊びましょう。お久しぶりです。遊びましょう。お久しくなかったか、前回あったか。トランプ、ババ抜きです。交代で相手のカードを引いてペアが揃ったら勝ちです。よし。こっちね。一発！めっちゃ素直なんやけど、表情。わかりやすいよ。ありがとう。それじゃあ、一番小さいので。お宝、箸置きをもらいました。ありがとう。なんか、箸置きとかさ、めっちゃなんか、なんていうコレクションしとる人とかおることない？なんか、いろんな形のやつを集めてさ、ね、キャラクターものとかいろいろあるやん。まあ、確かにああいうのね、かわいいよね。はい、それじゃあ、使い捨てカメラで写真を撮ってきてください。あさみさんなんかあれよね、格好的に、なんかめっちゃ首からさ、カメラとか下げて、パシャパシャ撮ってそうじゃない。趣味はカメラですって言ってそうな感じする。はい、行ってらっしゃいまし。どんな写真を撮ってきてくれるかしら。ほいほい。お。お、いいね、いいね。何？コーチはキング？コーチがキングで、なんかみんなで体操やってるんかな。何やりよんやろ。準備運動？部活的な。予想外の勝利した後なのこれ。まだ試合前とかじゃなくて。でもなんかね、スポーツには合っとるような感じがするけんな。はい、80点。まさかの試合後の運動？試合後、まさかの大逆転ならね、もうちょっとなんか、大歓喜しとるところを映していただいた方が。はい、シャボン玉セット。どうぞ。道具、シャボン玉セットをプレゼントしました。はい、そして、今回は紹介もないのかしら。みんなめっちゃ遊びたいやん。はい、決算入るよ。なんか、ご機嫌やね。ルンルンや。どうした？何かあった？一緒いいことが。はい、遊ぼう、遊ぼう。トントン相撲、フィギュアを使って相撲をしましょう。相手のフィギュアを倒すか、土俵の外に出すと勝ちです。スタートー。2本指で。いきます。発狂い。なかった。お、わっと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 、押し出す、押し出し、押し出してー。めっちゃ必死。めっちゃ必死。やっぱあれなんかな、スピード勝負って感じかな。いいね。おめでとうございます。ありがとう。一つだけあげます。負けてもルンルンや。よっぽどいいことがあったんやな。じゃあ一番大きいのもらっていきます。お宝だるまをもらいました。ありがとう。サッカーのリフティングがだいぶ上手くなりました。お、いいねいいね。今度公園で競争します。サッカーのリフティング。なんか、小学校とか中学校ぐらいの時って練習しよる子とかめっちゃおったけど、すごいよね、ああいうの。はい、ハンバーグでもどうぞ。ほいほい。さあ、どうすか。結構美味しかったようです。お、いいね、いいね。
ハンバーグ美味しい。美味しいよ。ほい、それじゃあ。あれ？どうした？みんなどこへ行った？いなくなったの？さっきまで遊びたかった子たち。遊びに行ったのかもしれない。ほい、それじゃあ、寝てる子とかおるかな？夢の中へね、ちょっと。もうさすがにみんな起きてる？なんかめっちゃ話しよった。そしてルンルンのはるちゃん。いいね。じゃあちょっとまた一軒家の方行ってみようかな。最近なかなか一軒家の方行ってないけんね。なんかラブラブだ。音楽からしてラブラブだと思った。いいね。やっぱりこうなんか家族の中に子供がおるっていう絵がいいね。あ、でもこれはあれなんかな。この一軒家の方に子供を住ませとるところは、やっぱり子供一人にするわけにはいかんけん、どっちかは必ず住宅街の方におるってことかな。なんか、そうな気がする。なんとなく。子供のお呼び出しもやってみたいのに、そこはさすがにできないのか。じゃあ私、子守手伝ってあげるよ。待って。いないいないバーの延長で驚くのやめて。え？泣いてた？泣いてたの？さっきまでの。はい。よし。てか、てかちゃーん。お。あ、お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 。おー、いいね、いい子だね。いい子だね。すぐに笑ってくれたよ。結構最近ね、ちょっとなんか、あー、泣いてくれない子が多くって、泣いてくれない、笑ってくれない子が多くって、泣くのは泣いてくれるよ、そりゃ。お、ちょっとリズムを変えた方が、ああ、どういうリズムがよろしい？あ、このリズムですか。ああ、ダメ、違う。おー、いいね。ああ、思うんやけどね、こう、何？てっちゃんと、もかたんの子供はさ、いつもなんか、口元がめっちゃてっちゃんによね。で、いつもさ、なんかこう、何？てっちゃんによく似た子がめっちゃ増えてきたけんさ、さすがにちょっと、このてかちゃんは、お母さん似の方を選んでみたんやけど、どうなるかな？もう口元がてっちゃんの時点でてっちゃん似なんやけど。ここからさ、成長過程で変わっていくんかな？もしかしたら変わっていくかもしれない。いや、めっちゃみよ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 ってなるやん。お、この感じ？どの辺や？こうか？めっちゃ泣くやん。めっちゃ泣くやん。これはさ、あれなんかな？自分発信の子守の場合は終わりがないってことなんかな？なんかそんな気がする。どうですか？一応笑顔で終わったけど。なんなの？なんなの？こっちからの申し出の時にはお礼がないのね。そういう感じなのね。なるほど。はい、それじゃあみんなに募金を募ります。さあみんなバンバン募金してってね。いいね、募金していい笑顔。素晴らしい。今日は 27,100 円集まりました。ありがとう。なんだ。はいはい。ちょっとすみません。ほいほい。何？こもりならさっきしたよ。どう見ても、呼んでくれないのですが、助けてくれません。なるほど。ありがとうございます。なるほどね。はい。そうか、そんなに私がいいのか。おー、いいね、いいね。いい笑顔だね。これずっと同じリズムでしよったら、また泣き出すってことなんかな。もう慣れたわ、これみたいな。違う、もうちょっと違うのちょうだいみたいな。お、いいよ、いいよ。あー、もうちょっと。お。頑張ってやろうじゃねえか。ほら、泣きやめ。
ハラハラ泣きやめ。空気を読むんだよ、テカちゃん。うわ、さらに泣く。お。あ、こういう感じか。ちょ、笑顔になってる間に、笑顔になってる間に、てっちゃん、もかたん、切り上げさせておくれ。お、笑顔になったよ。お、もういい感じじゃない？ほら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 。よかったよかった。ほいほい。実用品、モビールをもらいました。ありがとう。あれやね、私が、お礼ももらえんとか、ブツブツ文句言おったけん。じゃ、今度はこっちから呼ぶか、みたいな。はい、それじゃあ、今回も歌の歌詞を送ってきてくれた人がいるので、紹介していきたいと思います。はい、今回はね、ソロの曲。ソロの曲で、はるちゃん。はい、そしてはるちゃんで、エビフライのマーチ。これは、Kさんが送ってきてくれた歌詞です。いいね。やっぱりみんなお気に入り、エビフライのはるちゃん。いいね。エビフライのヒロイン新しい。かっこいい野望が入ってきた。映画化素晴らしすぎる。あれなんかな、アンパンマンの座を狙うってことは、じゃあなんかお腹空いた子供たちにこうエビフライをエビフライ途中からむしるんかな。いいね、いいね。え、ってことは本物のエビフライをかぶっているということで、めっちゃ、何、熱々、ほかほか。はい、それじゃあ、ミニュース見てこう。はい。お願いします。お、レイさん。いいね。でもどうなんやろ、本自体が売れんくなっとったとしても、結構あの、なんていうん、電子書籍売れ売る気がするんやけど、活字離れ。一応小説のこう電子版とかやったら活字は活字なんじゃないんかな。どうなんやろうね。最近ちょっと若者の〇〇離れっていうのがなんか多すぎて離れ寄るのは本当に若者だけかというか、多分今の若者はあれじゃない、最初からそこに寄っていってないけん別に離れたわけじゃない気がする。今までの若者がどんどん年齢が上がっていけるだけな気がするよね。はい、それじゃあひでいち見てこう。お、コサージュワンピースいいね。買います。お、アダムスさんちょっと気になったんやない？買ってこ、買ってこ。買ってこ。はい、そして。あと数人回れるかな？はい、それじゃあ、ノリちゃん入ります。遊ぼう、遊ぼう。お、またしてもトランプ来た。こうババ抜き以外のトランプもできたら楽しいね。はい。やった、一発やった。表情変わらんけん、ちょっと、あれかなと思ったけど。やったね。おめでとうございます。ありがとう。一つだけあげます。それ買いなんで。じゃあ、中くらいので。お宝、だるま落としをもらいました。ありがとう。つづら、インつづらじゃなくてよかったね。まあ多くてワイワイできて楽しいっていう人と、少人数でなんかもうこう狭く深く仲良くするのが好きっていう人もおるけんね。その辺はちょっと何とも言えんけれど、じゃあフライパンでちょっと手料理を食べさせていただきましょうか。きっとキングはいつも食べているであろうのりちゃんの手料理。ほいほい。お、マジで？もうキングはがっつり
がっつり胃袋をつかまれているわけだね。なんでしょう。お、みんな大好きちゃんこ鍋。お、いいね、いいね。てか、いつも思うけど、なんか、盛りだくさんよね。めっちゃ盛りだくさんよね。これは、家族用とかそういうことかな。一人用じゃないよね。ありがとう。いいね。そろそろあれだよね。お鍋とか、おでんとか、チーズフォンデュの季節がやってくるよ。いいね。食欲の秋。まあ、鍋って言ったら冬やけど。秋というより冬やけど。何？遊びたい人増えすぎ。ほい、それじゃあ、ヨミさん。めっちゃジャンプで呼んでくれる。ほい、遊ぼう遊ぼう。さっちゃんとは相変わらずラブラブですか？よかった、続いとって。お、キャッチ。ミーが落とす相手もキャッチできればあなたのものです。床に落としたら失敗です。ほい、スタート。床に落としたら割れるよ。来い。お、あー、待って、あれかな、床はちょっとふかってなってる感じかな。ちょっと高級そうなとこに住んどるけんね。来い。はい。あ、やったー、ナイス。ナイスキャッチ。嬉しい。しかも結構ぴったり真ん中らへん。ありがとう。いいね。お宝マグカップをもらいました。ありがとう。まああれなんよね。結局なんか後々思い返したら、なんかやって後悔したこととかって結構あっという間に忘れるんやけど、やらずに後悔したことっていつまでも後悔するけんね、やった方がいいよね。やろうかな、どうしようかなって迷っとることはやった方がいい。はい、オニオングラタンスープ。あー、いいね、いいね、いいね。絶対美味しいやつね。どうすか。結構美味しかったようです。お、よかった、よかった。これからスープ系のものとかいっぱい売れるようになりそう。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さ、これからあのテカちゃんがさ、どういう風に母親にあそこからなっていくのかが楽しみです。ちょっと途中でなんか強制入るかな。